おはようございます。チャンスクデー6月の3回目です。本日もたくさんの子どもたちに参加していただいてます。こちらも全国から集められた、クラウドファンディングのご支援があってできる子どもたちの自然体験です。ありがとうございます。今日は目沼の上からサップを乗りながら皆さんにお届けしたいと思います。今日はですね、朝8時からのスタートです。ですから結構皆さん朝早起きして、目沼の湖畔で集まって今目沼で楽しんでおります。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お名前、はい、久しぶりだね。はい、どうも久しぶりです。どうもお探してますね。 YouTube で見た、ここに。はい、あと YouTube 先に拝見させてもらっていたんだけど、こちらで待ってて大丈夫ですか？あ、こちら受付になってます。おはようございます。どうも、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。はい、おはようございます。お名前お伺いしたいかな。はい、じゃあ受付終わった人こちらで検温します。じゃあ降りてください。おはようございます。はい、はい、おはようございます。はい、はい、オッケー。はい、じゃあおでこを出します。はい、さっきまで分かったかった。チャンネルスクエアの平学と申します。スタッフの、慶吾くんです。慶吾です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、生駒くんです。生駒と言います。よろしくお願いします。この3人で今日はお届けします。膝から膝からいきます。膝立ち、膝立ち、あの真ん中持つグリップのところが真ん中です。ここが真ん中です。はい、あれが膝立ちで、右、左、右、あの膝立ちで今から立ちますよ。はい、右でも左でもどっちでもいいです。ゆっくりゆっくり、はい、立ち上がりました。はい、じゃ立ってから感覚をつかんでください。自分の感覚、あ、水の上立ってるなっていう。上、左、持ち替える時もあんな風に。はい。早いでしょ。はい。で、ブレーキ。ブレーキね。ちょっと進むけど、ブレーキ。あの後ろ。押さえてるだけで。キューッと押さえてるだけでブレーキになります。でもそっちの方に曲がってる。うん、曲がってるけど、どっちもこうやって。バランスよくやってる。はい。で、ぐるっとまた桟橋まで戻ってきてもらって、ここの近くなったら、ここの近くになったらもう膝立ちでいいです。立ちながら桟橋まで来るとぶつかる角度が高いので、もうここでしゃがんでください。はい、しゃがんで、で桟橋の脇に寄せてもらって、で遠く行っちゃった場合、一回遠く行って、遠く行ってこう捕まえない場合、このパドルを持ちながらこうやって寄せると、この簡単に行きます。はい、はい、そのまま、はい、気をつけてね。いいですか、自分の方に向けてください。ちょっと斜めになってるでしょ、こうやって。それなぜかって言ったら、肩幅にこうやって合わせて斜め45度、ここに座ったら斜め45度に入れて、パドルと一緒でここで水面を漕いでいきます。こんな感じです。座ります。こんな風に、はい、で膝もこういうくの字に曲げて、足置くとこあるので、そこを踏み込んでからやってください。
左左が失敗するとみんなぐる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 回っちゃうね。じゃあちょっと練習してみたいなっていう人いますか。はいはい、じゃあ右手を離したら左手のところを持ち替えて、この左手上、そう、いいねいいね。はい、じゃあこっち向きます。はい、はい、じゃあパドルはセンターに持ってください。いってらっしゃーい。また真ん中じゃない、そう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 、はい。はい、いける？カヤック行きたい方、カヤック行けるよ。はい、なるべくね、手はね、端っこを持った方がいいよ。そう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 、はい、あ、じゃあ、オッケー、後ろの方に行っていただいて。なんかさ、左こぐとさ、右行くんだよな。うん、わかるそれ、はい、なんかもっとなんか狭いってやつ。はい、はい、行ってらっしゃい。はい、じゃあこちらの方に、じゃあ大人の方後ろ。はい、いってらっしゃい。いい、この辺ちょっとまだぐるぐる行ってください。そう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 、せーの、右左に行くか。みんな息合わせてね。右、左、お、息ぴったり、いいよ。大渋滞してますよ。渋滞してる、渋滞。あー、いいね。うまいね、うまいね。ジャスケ最高。余裕っすけど。余裕っすか。楽しいかい？あ、いいね。これ楽しいよ。危ない危ない、危ない、いや、それ、ほら、いたずらすると。ほらほら、いたずらするとわかるよね。今度はカヤック乗ってます。カヤック、いや、子供たちもね、慣れてきたんで。
ちょっとそろそろ落ちる時間帯かなと思ってます。メヌマポシャです。絶対今日は何人かいると思いますよ。はい、ほらあっちにいっぱいあるじゃん。いっぱい、バナにやった、うん、あれ、なんていうの、カード、カード、よし、上手、いいとこ行った。木気をつけてよ。どうした？これ燃やせるでしょ。ほら見てほら、ほら、すごい、これでも燃やせるな、これは燃やせるな。まあ、まあこれでとりあえずいけんじゃねえか。おかしいね。じゃあ超最高な桃を作ってください。はい、福島の桃はイエーイ。じゃあチャンスクイエーイ、イエーイ。では、お疲れ様でした。